皆さんこんにちは、パトリック・カマンベです。はい、ついに出ましたね、トラビスジャパンのキャンディーケースダンプラを見ていきたいと思います。やっぱりもうトラジャはね、定点で見るに限りますね。ダンスの素晴らしさがよくわかります。こちら見ていきましょう。そしてそんな僕は普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営とかダンスのオンライン授業になっております。このチャンネルはダンスの素晴らしさをしゃべるダンスディレクション、ダンス解説などやっております。よろしくお願いいたします。じゃあ早速キャンディーケース見ていきましょう。よろしくお願いします。よいしょ。いいねいいね。ふう、あい、もう最初のねこのターンですよ。まず足から見ていきましょう。マッチョのこの足一個入れますと、その時にこの足を上げるのに腰から上げてるんですよね。腰起点で動かす。じゃあ足もそうです。イエス。いいね。あー、これ高さつけてるんですね。おい、見ましたか、チャカ様。ここ足を入れ替えてのターンなんですけど、ここもね腰起点で回していく。そしてしっかり脇腹を締めることによってこの右の肩が下がりますと、そこ起点で回っていくんですけど、これがね美しいですよね。グーンと音を取ってます。イエス。うん。おい、いいね。この胸ヒットいいですね。おい。で、このシー君のね、この大きいヒットがね、大好きです。いいですね。可動域やばいよ。シメちゃんがね、クールっすね。いや。うん、ナチュー。はい、セス。えい、いや、いいね。ここね、ロックダンスよくやる動きなんですけども、超見えるね。やっぱね、中心は腰ですね。ガッガッガッ。うん。イエス。いやー、乗るけど楽しそう。うん。いや。ほぉー、ターンが美しすぎる。いやー、何回転してんだ、これ。うわーい。そしてこのジャンプですよ。どこまで高く飛べるのっていうね。イエス。ウェッ。いいねー。おいけ。やっ。うん。ふぅ、ここのね、音の取り方しそう。しめちゃん、うん、かっこいいっすよね。いやーのところ、音をスッと取ってます。うん、あー、やっぱ止めるとこはね、スパッと取りますよね。しょっぱなところ。ここですよー。素晴らしい。ここね、しめちゃんのとの特に使い方見てほしいのが、ラインはね、綺麗に真ん中でアイラインを作ってると。足をクロスして、ここの対角線のこのね、右腕ですよ。スパーって止めてますよね。一人だけね、対空時間が長い。対空時間っていうのか、止めてる時間、一瞬長いぞ。めちゃくちゃ見える。うん。いや、うん。ふぅ、たった。あー、いいね。シェイクのこの元気な感じ、いいっすね。やっ。ふぅ、あー、この街がね、またいいですね。これ出ていくとこ分かりますかね。うん、うん、だ、あ、あ、ここ。胸をぐーっと出してね。足を蹴ることによって重心を移動させて、あと胸をこうぐいっとね、出すことによって前に行く。うん。あー、ここの軽いステップ。チャカちゃんのね、抜け感がいいですよね。だ、だ、うん、だ、あ、あ、いいねー。うん。で、ケース。いやー、たまらんたまらん。いいよ。ふぅ。いいですよね。このリズムがね、ずーっと刻み込まれてる。うん。イエス。マチュー。うん。あははは、いいですね。ここやっぱり、ね、本当にもう、マイケル・ジャクソンをリスペクトしてるような振り付けが多いですね。ここのね。向きを変えていくだけ。やっぱりこんな単純な動きだからこそ難しいんですよね。ブレたりとか形が綺麗にならなかったりするので。いや、うん、梅君、いいやー、うん、おー、ここのね、曲が変わったところでソロ出しです。うん、はい、ちょっとね、しめちゃんの男感がいいですね。かっか、はい、ここもマイケル・ミアル。そして結構随時にね、ロックダンスとかポップダンス、オールドスクールな振りが多いですね。
いやー、ちゃんとね、ヒットが見えますね。筋肉を弾く感じ。だった。あはい、ここのね、マッチョの表情見ましたか？最高っす。えい、よっ、うん、やんやん、セクシーよ。で、これもね、エイディスって感じのね、服装っすよね。はい、ここの入れ替わりもいいよ。うん、おーい、見えるね、この首のアイソレ。かっか、ここね、首とあと肩ですね。これで不思議に見せてますね。で、クラブステップと。た、うん。いえ、やっぱりこの曲の使い方で、ぶつ切りで、パン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 っていうところと、スースーっていう取り方。同じワンカウントでも、そこの色分けをね、しっかりと表現できるところ。ここがね、パキパキしてますよね。その後は、ゆったり取るんですよね。あー、いいですね。おい、いいですね。この、一回上がって下がる。大きく見せて下がる。ここの見せ方の一つ一つのクオリティが高いのがトラジオなんですよね。シェイクもね、大きくまずはここで動くんですね。から下にパッと。いいですね。いいえ、いいね、いいね、いいね。もうリズムお化け。いいよ。あー、キレッキレ。いいですね。ここの伸ばし方、リブケージですね。グイーンと対象なところを伸ばしきっている。使い切ってる使い方。素晴らしい。うん。いやー、飛ぶねー。あー、ここで立体的に回して。かっこいいですね。ここの辺のシルエットの作り方ってロックダンスっぽいですね。うん。なるか。いや。いいでしょ、いいでしょ。ほっほう。あー、テレコになって。入れ替わり。シェイクン、痩せた？いやー、いいよ。うん、うん。やっぱりね、リズム感気持ちいいですよね。マッチョの笑顔と。うおー、今のいいですね。今、ぐーっと上で溜めて落としていく、この使い方。で、地面をしっかり踏んで、よし。うん。あーい、チャカ様、ここ大好きよ。ぐーんと、ここの首の可動域やばいね。イエス。うわい。あー、いいね。ここ好き。はい、わかりますかね。ダッ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 って刻み込んでいくところ、肩を前に一瞬回して落としたときに、わかりますかね、肩を落として首筋が伸びることによって筋肉が張る、それでパーンっていう音を表現してるんですけど、めちゃくちゃいい。見える、いいね。うん、あ、いいね。あー、素晴らしい。うん、いいよ、いいよ、ノエルくん、いいよ。マッチョの表現いいよ。いいね、今のね。ちょっと見た？足元。かっこいい。ふう。うん。いいですね。なるほど。こういった立体的な構成もやっぱり入れてきますね。うん。イエス、マッチョ。あーい。ここの使い方もおしゃれですね。もう重心はあくまでも真ん中にある。その中で自らの可動域で左右に動くと。ここね。うん。Yes! わーい！ノエル先輩！いいね。みんなソロがいいんだよな。うおう！いいよいいよいいよ。ブレーキンできるからな。あれ？チャカちゃん。やらないというソロ。これね、できる人がやるとね、湧くんですよね。いや、ケース。ウォー！いや。おー、海くんのキレッキレだな。一瞬、あれで止まれる？体幹の強さだな。ここで止まるんすよね。やばいね。いやー、おしゃれ。エンデ、セクシーだよ。元気だよ。おー、いいよいいよ。うん、イエス、いいよ。シュウちゃん男、ふう、いやー、いいですね。いやー、どうでした皆さん。ありがとうございました。もうね、なぜ小声かと言いますと、ど深夜なんです。で、それで一人でね、リアクションしてテンション上がってるという状況でございます。いや、素晴らしかったですね。ありがとうございました。どうですか？やっぱりいろんなパフォーマンスを取られちゃって見ることができますよね、今。デジタルでいろいろやってくれて。その中でやっぱりダンプラの定点で見せてくれる、ここで、ここまで分ける、
っていうのが他にはないグループだなと思っております。素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんどう感じましたでしょうか。またですねコメントでご自身の感想を言っていただけるとすごく嬉しいです。はい、今回は以上になります。これからもずっとですねそらちゃんのダンス取り上げていきますので、そらちゃんの皆さんぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では皆様じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ではでは。